今日公表された昭和天皇実録は1万2000ページ余りにわたって記されています。これは明治天皇期の1.5倍の長さで、歴代天皇期としては最長です。実録は未公開の側近の日誌などをもとに1990年から24年5ヶ月かけて編纂。 終戦前後の重大局面での昭和天皇の姿などが記されていますが個人情報にあたる病歴や学業の成績などは実録にふさわしくないとして採録されていません112人が関わり総額およそ2億3000万円かけて編纂された昭和天皇実録11月まで宮内庁で一般にも公開され その後5年をかけて順次、書籍として出版される予定です。